ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911カレラ S 2017年式28,500キロ、こちらの車両をご紹介させていただきました。過去のやつを見返したんですけど、はい、ちょうど1年ぐらい前に911、991.2、はい、後期の、はい、そのカレラをご紹介させていただいている、はい、中がちょっとツートンのやつですね。そうですね、はい、でもう1年ぶりになりますけれども、はい、カレラ S で再びご紹介させていただくと、はい、でアリーナ店の動画に限らず、まあ、各視点で割とポルシェは何台か撮らせていただいているので、ね、はいはい、ちょっとまた同じ感じの動画になっちゃってもつまんないんで、ね、ちょっと今回は別の切り口で、はい、車を見ていこうかなと。そうですね、どうやったらお客さん見ていただいて楽しんでいただけるかっていうのを考えて、ね、はい、はい、で動画ちょっと撮影前にもちょっと話出ましたけど、はいはい、結構もういい時期かなと。何か99にも出てもう納車もどんどんされて、はい、まあ、街中でもよく見るようになったじゃないですか、うんうんうん、でこの個体が割と中古車市場にいろいろ出てきて、うんうん、でなおかつ保証ももうみんな終了してるわけじゃないですか、はい、まあ、みんなっていうわけじゃないですけど、はい、なんで、まあ、うち的には割といじりやすかったりとか、そうですね、はい、そういう時期かなっていうのもある。ちょっと一番大きな縛りがなくなって、そうですね、ね、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとなくなってきてるところなので、はいはい、でやっぱりこうディーラー基準と保安基準ってこう別じゃないですか、はいはい、でやっぱりディーラー基準の中でも割とポルシェは厳しいって言われてて、はい、ちょっとなんかこういじっただけでも、うん、こうちょっとディーラー入庫を拒否されちゃったりとかっていうのも、はいはい、まあ、珍しい話じゃないんで、そうですね、まあ、その点こう、はい、保証も切れて、はい、ディーラーにこう入庫する機会も減った、はいはい、この辺の年式は割とこうカスタマイズする楽しみもあるんじゃないかなっていう、うん、そうですね、はいはい、あとは僕思ったんですけど、前期が全然値段落ちてないんですね。そうですね、なんでですかね。わからないです。なんで、まあ、一つはそのターボ化されてるとかされてないとか、はい、もちろんありますけどね、はいはい、だから一時期やっぱりそのちょうどやっぱ1年ぐらい前か1年半ぐらい前にもううちもすっごいアリーナ店でポルシェ強化しようと思ってすごい買いあさったってちょっと言葉が雑になっちゃいますけど、もうとりあえずもうどんどん程度いいの買おうって言ってやってきたんですけど、今全く買えないです。それぐらいやっぱり物が少なくなってきてるのもありますし、値段がちょっとやっぱり1年前よりか全然高くなっちゃってっていうのもありますね。なるほど、はい、というわけでちょっと今日は小島さんのその車屋さん視点もちょっと入れながら、はい、いつも入れてないみたいな言い方になっちゃいましたけど、そんな感じで、まあ、軽い感じっていうわけじゃないですけど、まあ、ちょっと話の流れでこう、ね、そうですね、ちょっとポルシェお話できればという話で、はい、ちょっと見ていきたいと思います、はい、で外観チェックだったりとかっていうのはもうさささっとでいいですかね。オプションチェックだけ。そうですね、まあ、この辺はまあちょっと変わったところといえば、まあ、このちょっとボンドボディでやらさせていただいたところだけちょっとご紹介させてもらえれば。これうちの方でやらせていただいたものなんですね、はい、そうなんです、はい、この辺がこれは逆にあの今お乗りいただいているお客様でもやっぱこういうちょっと絞取りといいますかカラーを入れるだけでもやっぱりイメージ変わりますので、高級感出ますよね。出ますね、はい、ちょっとそこら辺はちょっとご紹介させていただければと思います。特に素地だとこう日焼けしちゃったりとか、はい、そういうのもなくないんで、はい、まあ、今乗られている方でも本当に塗るっていうのはすごくいいかもしれない、はい、いい感じですね、はいはい、だとプラスアルファ楽しむんであれば、はい、あのテックアウト、はい、ドイツのポルシェチューナーがありますから、そうです、ね、リップスポイラーだったりとかつけていただけるとなおいいんじゃないかなっていうふうに思います、はい、あとは結構こうポルシェってこう走られてる個体と割とこう大切にこう保存されてきた個体と結構両極端とは言えないですけど両方あるのかなと、うん、まあ、そうですね、はい、で割と今回の車本当に全然こう飛び石だったりもなく綺麗なんで、まあ、ここからプロテクション貼ったりだとか、あとは正直こうホワイトこうめちゃめちゃ目立つ色じゃないんで、うん、あのラッピングとかしてもう全然違う色とか、はい、でも楽しんでいただいてもいいんじゃないかなと、ね、はいはい、思ったりします。そしてあとヘッドライトなんかは標準のものですね、はいはい、こんな感じ で早速横を回っていきましょうか、はい、でホイールがカレラ S なんで20インチは標準装備、はい、で今回この黒いものと、はい、あとカラークレスト、これ確かセットですかね。そうですね、このホイールと、はい、そして足回りも後期になると PASM、はい、標準になるんで標準になりますね。電子制御の足回りになると、はい、でこれ確か前回乗らせていただいたスノカレラも後期なんで、はい、確か乗り味は一緒だったかと思うんですけど、そうですね、はい、忘れちゃいました。そうですね、はい、今日これはちょっと再確認したい。再確認で、はい、あとねキャリパーも今赤がもう定番になってるんで、
あのさっきの話じゃないですけど、保証が切れたのでキャリパーを違う色に塗っても面白いかもしれないですね。そうですね、はいはい、ちょっとぜひ塗りたいです。そうですね、だからあのポルシェってやっぱりキャリパーの色変えるだけでも保証継承できないんで。そうなんですよね、はい、でちょっとその外したらダメですよっていうのは理屈わかるじゃないですか、ええ、ただ外さないで塗ってもダメらしいですよ。そうなんですね、はいはい、それはあのどっかで見ました。はい、でも昔ありましたよ、はい、新車の時にこの色だったんですよねって言われたことがあって、あ、いや純正色でオプションであるカラーで塗ったんですよ、はい、大丈夫なようにで持ってったら、はい、これちょっと新車の時と違いますよねって言われて、それちょっといじめじゃないですかみたいな感じだったんですけど、まあ、それなんとかやってくれたんですけど、はいはい、まあ、それぐらい厳しいこともありました。保証の関係があったりするとどうしてもそうです、ね、はい、厳格にというか、しっかりやる必要がありますからね。そこはディラーさんが言ってる意味合いも十分理解はしてるので、うんうんうん、はい、でもそれはびっくりしました、ね、なるほど、はい、で車高は当然ノーマルなんで、はい、まあ、この辺触ってもいいのかなと、はいはい、ですね、まあ、少しローダウンしたりだとか、はい、あとはもうローダウンしてちょっとその使い勝手両立したいよという方はロベルタとか、はいはい、まあ、そういったものをプラスアルファしてもいいのかなと、はい、そんな感じです。そしてあとこの辺なんかも、はい、しっかりこうやってポルシェ塗られる方多いですよね。非常にカイエンなんかも僕何台もやりやすいただきましたけど、この辺もだから全然高級感違いますね。違います、もう非常にまとまりがある。ぜひ検討されている方はぜひ塗っていただきたいです。そうですね、この変化は必ずご満足いただけると思います。そしてあとはあれ、これストーンガードあった、あった、僕今一瞬貼ってないかと思っちゃいました。はい、それぐらい綺麗になってますね。全然これ、はい、純正だと結構黄ばんじゃうんですよね、はい、今回の車全然黄ばんでもないですね、はい、しっかりこの辺がだ、この辺も俺の黄ばんじゃってるんだよなって方、はい、特に車が明るい色の車の方、はい、張り替えが可能ですんで、はい、ぜひお気軽にご相談ください、はい、もう何だったらこれ外して全部フルアップでもいいですよね、はい、まあ、そうですね、フルアップというかフルプロテクションでも、はい、こんな感じになっております。そしてリアも同様に、だポルシェは本当にブレーキしっかりしてるんで、うん、キャリパー塗るのは本当にこう、なんていうんですか、カラーコーディネートじゃないですけど、そうですね、はい、いいかなっていう気はします、うん、はい、だってリアもこれですからね、キャリパー。そうですね、はい、だフロントリアとやっぱりちゃんとしっかりしたキャリパーが主張できてるんでいいですよね。そうですね、うん、そして後ろに回っていくと、後ろ後期やっぱり僕まあ、いろいろ前期後期でターボ化されて音がとかなんとかって言われるんですけど、はいはいはい、後期テールが一番かっこいいと思うんですよ。はい、はい、あのカメラマンに怒られそうですけど、カメラマンテールダメだいや、カメラマン前期じゃないですか。あ、前期怒られそうですけど、はい、あの後期のこの ここ分かります、はい、こうシャンってなってるのと、はい、あとこの立体的な、はい、これはちょっと問答無用に、はい、ちょっと前期の人、前期の方がかっこいいぜっていう人がいたら、はいはい、ちょっと本当に討論したい。それ好みですからね、はいはい、そのぐらいちょっと僕的には、はい、あの後期のテールの方が断然かっこいいと思う、うん、はい、もちろんちょっと後期のちょっとつるんとしたこうクラシカルな雰囲気も悪くないんですけど、うん、ちょっとやっぱりこう先進的なこうスタイルというかシュッとした感じは圧倒的に後期だなっていう。そうですね、やっぱりあとはここのエンジンフード、ここもやっぱり後期前期で好みがすごい分かれるところですよね。そしてエンブレムなんかはもうそのまんまクロームのまんま、はい、この辺も撮ったり触ったりしてもいいのかな、はい、で結構前なんですけどカメラマンに教えてもらったんですけど、あれ小島さんにももしかしたら言ったかもしれないですけど、はい、これ色とかこうありなし選べるじゃないですか、オプションで、はいはい、これありなしでこの位置が違うって知ってました？ん？それ聞いたことないの。え、ありなしでポルシェの、要はこのモデルロゴ、はい、これのありなしで、うん、このポルシェのロゴの位置が違うんですよ。高さが違うと。そうっすそれは意識したことない。めちゃくちゃマニアックじゃないですか。それ意識したことなかった、ね、らしいですよ。だからそれが本当に新車の時からこれをなしオプションを選んだ人なのか、はい、後から取ったのかは見る人が見ると分かっちゃうらしいです。そうなんだ。それは知らなかったですね。なしを選択した人はもうちょっとこぼれしの方が下がるんで、あ、最初からなしにしたんだなって。あ、そういうことね、そういうことね。要はこれ、この911モデルがない場合はこれとこの位置だとちょっと違うから、このポルシェが下に来ているんですね。まあ、下というかまあちょうどいい位置に来てるらしいんですよ。それは確かにこれだけ取ったらちょっとこうロゴが上すぎるかな、うんうん、バランス的な問題で ね、 そ, うですね。あ、それを言われてみると分かりますね。超マニアックネタもカメラマンに教えてもらいました、うんうん、確かにそうだね。であと今回の車はカレーライスということで4本出しのこのマフラーになっております。一応ここもね塗ってますか。あ、ここもすか、はい、じゃあ随分やっぱり印象違いますね。印象違いますよ、はい、ね、やっぱり前やったら前横塗ったら後ろもやっぱり塗らないと。確かに、はい、こんな感じのリア周りになっております、はい、
じゃあ続いて内装見てみたいと思います。内装僕はもう乗らなくていいですよね、はい、いやもうカメラだけ見てもらう感じで、はい、で今回の車は本当にこうシンプル内装、はい、特にレザーのパッケージが入ってるとかなく、うん、みんな欲しいところのステアリングとあとスポクロの、そうですね、はい、その点だけ入ってると。ただスポクロついてるとモード切り替えももちろんついてますし、はい、うん、あとはいろんなそのトルクベクタリングとか、うん、あとはダイナミックエンジンダンパーなんかも全部セットなんですよね、はいはい、だからこう走りのこうグレードがグググッとこうアップする感じ、うんうん、ただその辺ついてれば割と間違いないかなと。そうですね。でもちろんそのレザーのオプションとかいろんなそのカーボンのインテリアのオプションとかあります、うんうん、あるじゃないですか、うん、でもちろんついてるにこうしたことはないんですけど、うんうん、まあ、なくても全然いいかなと、うん、っていうのは、うん、あの僕つい先日先月ですかね、うん、名古屋店で458土川さんとご紹介させていただいたんですよ、はいはい、でその458が究極にこうオプション ない車だったんですよ。素のね、そうです、本当に素、びっくりするぐらいないやつ、はい、うん、そしたら結構コメントとか、うん、SNS で、うん、こうびっくりされて、うん、はい、マジかみたいな、うん、はい、ついてないのかって、うん、意見多かったんですけど、うん、後からどうにでもなっちゃうじゃないですか、特にうちの場合、うん、でもちろんその純正パーツでそのレザーのパーツでそのドア張りとかピラーとか交換することもできますし、あとはその最初にエアロパーツで言ったテックアウトで張り替えもできちゃうじゃないですか。だからもうシートとかも、もちろんその形状とかっていうのはもう丸ごとごっそり交換しなくちゃなんで割と費用かかっちゃいますけど、まあ例えば内装もちょっと華やかにしたいとか素材変えたいとかドアのこのレザーパッケージみたいにレザーにしたいとかっていうのは割と後からいくらでもできちゃうなと。だそんなにこう絶対ついてないと嫌だってっていう感じでもないのかなと、うん、はい、もういろんなこう視野を広げて、はいはい、車が選べるかなっていう、うん、まあ、もちろんそういうのを探す楽しみもありますよ、まあね、はい、中古車市場 で、うんうん、で特にポルシェなんてオプションバラバラじゃないですか、うんうん、いっぱいついてるのもあるし、うん、全然ついてるのもあるし、うん、すっごく個性的なのもあるし、うん、ただその辺は割とこうちょっともうちょっと柔軟に考えてもいいのかなっていうふうには思いました。いやまさにその通りだと思いますよまさにその通りだと思いますよ、はい、で特にポイントなんですか、はい、中古車選びってこことここだけは絶対譲れないってこと以外はもう、まあ、ついてたらラッキーかなぐらいの感じで、後からつけるのが大変なオプションだけちょっとピンポイントで選んでいただければ。で、まあ、特にその辺スポクロだったりとか、はい、まあ、なきゃないで、まあ、別にその何ですかサーキット行くわけでもなければ、うんうん、はい、だったらもう全然関係ないと思いますけど、でもやっぱり私たちも仕入れる段階でやっぱりスポーツクロのはついてなきゃっていうのはやっぱありますね、うん、あとは、まあね、どっかがついてなきゃっていうのはやっぱり車種にいろいろあるので、そこに 2,3 点がなかったらやっぱ仕入れないっていうのもあるんで。あとは今回の車黒とこのアルミ調のインテリアですけれども、例えばちょっとこれを華やかにしたいって言った場合、うん、僕のおすすめとしては、うん、ステアリングを張り替えに出して、うん、テックアウトで、うん、ちょっとワンポイント差し色を入れるとか、うんうん、あとはマットとかも割と安価にできるんですよね、うんうん、まあ、もちろんその安価って言っても数千円とかでできるわけじゃないですけど、うん、はい、でマット変えるだけでもガラッと変わりますね。そうなんですよ、イメージが本当に、うん、で結構中古車市場だとこう、うん、マットもやっぱりこう、うん、踏んだ跡がそうですね、あるものなんかも安易にあるん で、うん、で今回の車は割とこう下手ってないですけども、うん、結構ね意外にマット変えると女性受けいいんですよ。あ、意外にちょっとこうおしゃれというか、うん、おしゃれっぽいのがちょっとそれすごい僕感じますね、はい、なんでちょっとその辺触ってもいいのかなっていう気は、うん、まあ、あとペダルなんかも割と安価で触れますし、うん、あとはもう究極を行けばもうカメラマンみたいにこうシート張り替えてもいいのかな、うん、まあ、いろいろこれから本当に楽しめる車かな。ポルシェってやっぱり今もそう、本当長く乗れる車なので、この車をベースにいろいろこう長く、そうですね、ね、楽しんでいただける、楽しんでいただいてもいいと思いますよね、はい、なんでちょっと今回はあえて僕もう乗るまでもないと思いますん で、 そうです、ね、ちょっと外から見ての、はい、細かい詳細オプションは、そうですね、問い合わせいただければ、はいはい、じゃあ続いてボンネット側のトランクをちょっと見てみたいと思います、はい、今回の車本当にコンディションいいですね。そうですね、はい、結構この辺なんかも綺麗ですし、うん、中も全然こう使用感が全くない、はいはい、どうしてもね、やっぱり年数経ってくるとここら辺が、そうですね、使用感がどうしても出てきちゃうので、ちょっと汚れだったりだとか、はい、日焼けしたりだとか出てきますけども、今回の車本当にコンディションがいいです、うん、でちょっとエンジンルームが開かないんで、うん、そのメカニカルの部分はちょっと触れようがないですけど、ね、ちょっとその辺は市場でと、はい、あと少し、さっきちょっと話が出ましたけれども、うん、この方からすごく車が軽くなってて、うん、この方っていうか991から車軽くなってて、うん、まあ、フードだったりだとかフェンダーだったりとかドアとか、うん、ものすごくアルミとか、はい、軽量な金属が使われてて、なんか
なんかセンターのトンネルとかマグネシウムとかなんか使って、うん、車なんかすごくこう軽く作ったりとか、はい、997に比べて、うん、だいぶそういうちょっとボディの進化もあるみたいです、うん、行きましょう。今日ね、何ですか。いや今日走りをメインにしようって言ったじゃないですか、はい、僕の中ではね、ツッチーこの車買わねえかなって思って試乗も兼ねてちょっと提案したんですけど。いや、あの僕はあの中古車サイト見たんですよ、はい、あの本当大変ですねポルシェ。そうね、特に彼ら彼ら S、うんうん、991、1.2 を探すのって、うんうん、もうぐっちゃぐちゃじゃないですか。ぐっちゃぐちゃです、ね、今ぐっちゃぐちゃです。もう戦国時代ですね、はい。ポルシェ探してる方って何が前期何が後期にグレードが何でってもう全然分かってない、分からないもんね、あんだけぐちゃぐちゃだと。もうまず前期の値段が下がらない、下がらない、はい。まあ、一つはそのターボかダウンサイジング の, そのターボもあるんでしょうけど、あとそのオプションで全然値段が違うんで、もう年式とだってもう普通こう年式順じゃないですか、大体価格の順に並べれば、じゃないんですもん、だってじゃないじゃない、うん。これは探すの大変だなっていう。でもやっぱりさ、はい、ポルシェって絶対さ、はい、男の車好きって言ってはあれかもしれないですけど、はい、車好きな人は絶対一度はさ憧れますね、うん、はい、わかります、よね、僕もいつかは所有したいです。もう素の彼らで全然いいんで。この前すげえ夜かな、はい、ボクスター走ってて超かっこよかった。いいっすよね、うん。あと小島さん、僕ちょっと物申していいですか、うん、あの前期の方がやっぱりこう音がいいよね、うん、はい、わかります。僕もそれはもう激しく同意です、うん、はい。ただよく考えてください、うん、多分なんですけど僕リアルタイムでそれ、うん、あの見てないんで、うん、多分っていう言い方しかできないんですけど、うん、あの水冷化された時もみんなそう言ってたんじゃねえかなと思って。ああ、はい、やっぱり空冷の方が音がいいよね、うんうん、はい。で今こう選べる両方あるから、うん、前期の方が音いいよねって言ってるかもしれないですけど、うんうん、もしかしたらこの先ポルシェもハイブリッドとか、うん、もしくはもう燃料もなんか違う燃料とか今言ってるじゃないですか、うん、やれ水素とか、うんうん、そうしたら、うん、いやいや、ガソリン内燃機の音、うん、全然いいよね、うんうん、ターボでも全然いいじゃん、うんうん、なる可能性が大いにあると思うんですよ、うんうん、だからそこを、まあ、もちろん選べるうちはやっぱり前期の音いいよね、うんうん、全然いいんですけど、なんかそんなにこうあれかなっていう、うん、そうね、どうなんだろうかな。でもそれって多分本当に音でちゃんと分かってる人ってどれだけいるのかなって僕は思いますけどね。じゃあ先入観もありますかね。絶対あると思いますよ。そんなに悪くはないと思うけどなって。ただちょっとこのこもった音は少しやっぱりしますよね、うん、もう構造上やっぱり、うん、タービンにこう排気がぶつかるんで、うんうんうん、抜けた感じの音はやっぱり、うん、でもそれあくまでもその知識で説明してる方の方が多くてあって、っていうところは僕は正直ありますね。だレスポンスとかめちゃいいんですよ、うん、だからそのレスポンスとか の, その、うん、ターボ化された不満というのは、うん、全くないですよね、うんうん、空ぼかしとかすると分かりますけど、うん、めっちゃレスポンスいいですよね、うん、そしてあとは思ったんですが、うわー気持ちいい。今日はね、めっちゃ気持ちいい。今日高速で、はい、前回ねその1年前も高速の高速でしてもらったんで、めっちゃ気持ちいい、うん、あとはいろんな読み物見たんですけど、うん、まあ、今期の方がやっぱり当然洗練されてる、うん、まあ、いろいろこう快適性もアップしてるし、うん、まあ、走りについてももっとこう磨かれてる、うん、だからちょっとその荒削りの感じとか、うん、そういうのを楽しみたいんであれば前期でもっていうのは書いてありました。あともう一つ思ったんですけど、後期になると彼らと彼ら S のちょっとその差というかがちょっとこう前期より薄まっちゃったかなっていう気は僕しちゃうんですよ。それ小島さんどう思います？前
期ってもう、あでもさ、やっぱりそれはあるかもしれないね、はい、前期ってどうしてもその 200cc 分の埋められない壁があったじゃないですか。それはあったり、どうしてもその、あったね。で後期になるともう単純にその馬力と、まあもちろんそのセッティング違うんでしょうけど、馬力とその、まあ、標準装備の部分、なんでちょっと前期ほどのこう、だから格体的には今そんなにそのもちろん差はあるけど、明らかな個体差っていうのはやっぱり出ないかもしれないですね。だそうするとこうそれが価格差にも現れてきて、まあ、ちょっと本当にカレーライス、いいとこなのかなっていう、逆に。ただフォルシアの場合本当にどれでもいいじゃない、どれもいいんですよね。どれもいいんだよね、困っちゃいますよね。いやめっちゃ気持ちいい、いいよね、シフトがマジめっちゃ気持ちいいんですよね。でこのなんか後期になったこのダウンサイジングされたエンジンもなんか2000回転だか2500回転ぐらいってピークトルクなんですよね。でもこの低回転もめちゃめちゃ使いやすいっていう、ターボみたいに、いわゆる昔のターボみたいに回さないとパワーが出ないとかじゃないんで、レスポンスもいいし。でもやっぱポルシェって雰囲気あるじゃないですか、はい、あのさっきもそのディーラーさんの話をしてて、はい、まあ、悪く言えば超厳しい、よく言えばすごい厳格です、厳格なんだよね。だからそういったところのやっぱり車屋さんってポルシェディーラーさんとしては苦手な人多いと思うんですよ、その厳格すぎて。そうですね、もう本当にちょっとこう部品がついてるだけで、ここできないとか、補助検証できないとかってよく聞きますよ。そうそうそう、だからさっき話したそのタイヤ、これはね、変なし、まあ、さっき言いましたけどこれ使えるとか分かんないですけど、補償継承入れますって、でもタイヤ、まあうちの方で納車前には変えますって話で、タイヤがない状態で補償継承入れたんですけど、その状態は補償継承できませんよって言われて、いやもちろんうちの方で変えますって言って、でもやっぱりまあなんていうのかな、とりあえずそれダメですって言われたんで、じゃあ代わりのホイールを入れて、タイヤが来てないんで入れて、とりあえずこの状態で補償継承してくださいって言ったら、いや認証じゃないとダメですって、まあ、言ってることは分かるんですけど、でもうちも買えます、こんな注文してますって注文書を見せてお客さんとその話したんですって言ってもダメですって言うんですよ。そこでその認証タイヤじゃないとダメだっていうのはもうやばいですよ、ね、やばいですね。いや言ってることもね分かるんですけど、でもそのぐらいなんかこうポルシェがちゃんと管理して、そうです、自分たちのそのやっぱりディーラーで定めたものをしっかり守っていくっていうのがあるんで、だからもう本当に、まあ、ディーラーに任せとけば、まあ、はい、本当にもうポルシェが求めるその性能のものがちゃんと提供されるっていうところなんでしょうけど、でもねやっぱり僕たちそれ以上のものとかそれにちょっと、ね、味付けしたものパーツを売ってるわけなんで、そっちもいいじゃんっていう世界もやっぱり ね、はい、対応できるお店があってもいいかなと思いますけどね、特にうちの場合そのカスタマイズとか割とこう身近なんで、ね、できますからね、いやめっちゃ気持ちいいこれ、いいですね。最高です、この変速ショックゼロでどんどん変速されていく感じ、 PDK 本当にドライブを楽しめる、でも、はい、やっぱり駆け抜ける喜びって BMW じゃないですか。そうですね、それの先を言ってる気がしますね。それだけ駆け抜けるだけだとしたら走って気持ちいいですよね、本当にボルシェ、そのトータルバランス、はい、装備ついてるとか壊れにくいとか維持しやすいとかっていうトータルバランスはもう抜いて駆け抜けるだけって言ったら、もしかしたら僕先行ってんじゃないかなと、まあ目に思いますけど、乗り心地いいし、ちなみにこれ今ノーマルなんで、はい、今硬くなりました、はい、いやもう全然硬いです。でも助手席でね、あの不快じゃないですよ、あ突き上げるような硬さじゃないですよね。でもポルシェってさっきなんか話がまたなんか言っちゃって、はい、さっきの話と全く違う風に言っちゃうかもしれないですけど、はい、純正好きな人っていじるのダメですよねポルシェ。あ確かに、やっぱそれはやっぱりだから全部が全部いじったから良くなるってことではないですよね。
そこはまあうちのショップとかでもよう相談してもらったりした方がいいですよね。足回りがやっぱり硬くなりすぎちゃってダメだっていう人もいますし。でもそのレースでも使われてますし、まあその一般ユーザーレベルでもそのサーキット行かれる方多いじゃないですか。そういうのもあるし、まあ、ドイツ本国はじめもう世界中にポルシェディーラーとかポルシェショップあるってことはやっぱりこう何ですか、その人に合わせたものっていうのは絶対必要なんだと思いますよ。そうそうそう、絶対必要です、はい、だから純正がこう全て正義っていうのは僕はちょっと違うかなって。違うからね、はい、やっぱりそれ以上のものを求めたりとか自分に合ったものを求めたりっていうのは絶対こういくらポルシェが優れてても絶対あるんで、そう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 、だからこそ、まあ、ちょっと規模は、まあ、そう本国ドイツチューナーにはかなわないかもしれないですけど、うちの方でもその例えばマフラー変えたりとか足回り変えたりとか内装 その質感気に入らなければその張り替えたりとかっていうのは一つ車の楽しみ方として全然ありだと思うんですよ、まあ、でもさ、まあ、全然また変わっちゃうけどさ、はい、ポルシェ専門店って今あんま見えなくなってるね。まあ、日本のポルシェで専門店だいぶ少なくなりましたよね。なんでだろうね。どうなんですか、いじれなくなったからじゃないですか、やっぱりディーラー入れないと。いじれなくなったって あれじゃないの、壊れにくくなったんじゃないの。ああ、それもあるかもしれないですね。専門店ってやっぱりディーラーさんよりかも確実に安く直しますよみたいな感じで、まあ、今でもたくさんね職人さんみたいな方いらっしゃると思いますけど、あと僕は聞いた話だとやっぱり部品供給もかなり厳しいですよね。あ、そうなんだ。はい、結局あのベンツ BM みたいに何でも部品が出てみたいな、うんうん、車体番号紐付いてみたいな感じで出す感じで、そう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 、でアッセンブリじゃないと出てこないとかっていう、うんうん、まあ、アッセンブリって聞くとちょっと あれですね、僕たち現場からするとちょっとお腹が痛い話ですね。だエンジンとかもう単体でしか出ないんですよね。そう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 、はあ、個別の部品が出ないんですよ、ね、エンジンのアッセンブリーでしか出ないっていう。そこ変えれば治るじゃんっていうのにさ全部そうなってくるともうエンジン触る、はい、チューナーというかもうダメですよね、はい、もう、はい、ちょっとその辺があんまりこう楽しめないかなっていう。ただ保証もう関係なくてそのディーラー入庫の機会が少なくなってる車であれば別に僕はここは一つ、ね、ハンドルのこのスイッチも試してください。じゃあスポーツプラスに行きなりしちゃいますけど、はいはい、でこれが一応その電子制御の足回りと、うん、あとアンチロールバー、うんが電子制御のやつなんで、うん、まあ、ロールも少なくなって、うん、あとトルクベクタリングも、PTV か、はいはい、あの全部 P しましたでも本当にやめてほしいですよね。はい、それがついてるんで、はい、もうちょっとこう電子デバイスでこう曲がりやすくなって、はい、ロールも抑えられて、はい、一応装備としてはねパワーあの、はい、あ、そうですね、オートエアコンとオートエアコンもついてますしシートヒーターも、うんうん、ついてます。シートヒーター標準でしたっけ。いや違います、あれ待って、この年式は標準か。そうですよね、この年式は標準、これも年式とかにするんでややこしいんですよ。最初さポルシェ頼んだ時、はい、最初僕新人の時かな、はい、新車でオーダーしてもらって、はい、シートヒーターなんかついてるもんだと思ってて、はい、そんなのまあ価格は価格ですからね。そう、聞きもしなかったんですけど実はなかったって言って、まあ別にそんなあの後から気づいたんで別に、はい、あの大きな問題にならなかったんですけど、はい、だってこれシートのスライドも標準手動じゃないですか。1000万円以上出してなかなかぶっ飛んでますよね、普通の人の感覚からいくと。どこにお金かかってんのって確かに感じですけど、いやもうほぼ走りですよ、走りですね、はい、うん、いやこれミッション気持ちいいなやっぱり、ね、PDK。そのオプション関係で言うとスポーツクロノがついてない、はい、あスポーツエキゾーストがついてないっていうのがあれですけど、そこは改善できますからね。変えましょう、大丈夫ですね。スポエキよりもしかしたらいい音しちゃうかもしれないですから変えましょう、変えましょう。デートができますからぜひ相談していただいて。そうですね、じゃあいいな。でも楽、助手席も全然楽ちんですね。僕なんかに書いてある読み物で読んだことありますけど、あのポルシェってすげえ長距離乗れるようになってるらしいですよ。結局その耐久とかスプリントのレースとかでその運転するのが大変なのってそのタイムにつながるんで、だからとにかくその長距離乗れるようになってるっていう、もう基本設計が、ま、でもやっぱりその海外のやっててなんて言ったらいいかな、旅行って結構重要視してるじゃないですか。確かにヨーロッパなんか陸続きですからね、うん、だからそこのようなやっぱり長距離のというのはやっぱり日本車の重要視してる以上に重要視してるから、そうですね、とにかく運転が疲れないですよね、うん、
シートしかり、このシートポジションしかり。これ皆さんやっぱり輸入車から国産車から輸入車乗り換えたかなってみんな言いますよね。そうですね、うん、シートが良くなったら長距離使えないとか。あとはもう一つ一つのこの例えばステアリングのこの遊びの部分だったりとか、アクセルブレーキのそのタッチだったりとか、やっぱりすげえよく考えられてるなって感じしますよ。そこを神経使いすぎちゃうと疲れるじゃないですか。アクセルもそうだしステアリングもそうだし、かといって緩く作りすぎちゃうと今度こうフラフラしちゃったりとか、だからこれ絶妙なものになってますよね本当にポルシェとか。それが変な話ですけど彼らからトップグレードまで全部ここに体感できる。そうですね、ちょっと味付けが違うだけで基本のところは一緒ですよ。基本さっきポルシェ乗る熱冷めたなって言ったけど乗ると違うな、やっぱりポルシェ欲しくなりますよね。欲しくなる、抜群に欲しくなりますよ。わかります、やっぱりそうだな。ちょっといやこれちょっと買いてえなと思います。いつかはいつかはね、サラリーマンちょっとハードル高いですけど、うん、でもやっぱりそのさっき言った長く付き合える車なんで。そうですね、 だからそのまあ今とか例えば子供がいる世代の方とかってやっぱりいろいろ制限があって難しいかもしれないですけど、結構だからそのポルシェ乗る方ってうちもそうですけど、ご年配といいますかある程度子育て一段落したのか、はいはいはい、そういう方多いですよね。いやなんかもう僕中古車サイト見てて思ったんですけど、いやもうまさにそうだなと思って、うんうん、だってこの使い勝手のこの人がほぼ2人しか乗れない荷物が積めない車が中古車市場結構台数あるじゃないですか、うんうん、すごくないですか。すごいですね、うん、でまたこう答え見てても距離飛んでるやつが結構あるんですよ、うんうん、でももうフェラーリランボだったら絶対ないじゃないですか。ないないね、うん、まあ、元々その販売台数、うんうん、されてる台数が絞られてっていうのもあるかもしれないですけど、こんなにやっぱり数ないし距離飛んでるのってほとんどないし、それだけ乗れちゃうっていうのと、いらないのよ、こういうの安全装備とかも。そうなんですね、ついてればいいですよ、ついてればいいですけどいらないんですそれじゃないんです。確かに、いやーなんかもう車っていうより僕の中ではちょっと相棒なんですよわかりますこの感覚。相棒しちゃえばいいじゃない。いや相棒にしたいです。でやっぱりまあうわ超気持ちいい。でも、はい、うん、やっぱり1500万回する車なんで、はい、タイヤもそうですし、そうです、ね、オイル交換もそうですし、まあ多少ないとメンテナンスはしていかないと、うん、パーツも安いわけじゃないですからね。まあ、この表現が合ってるか正しいか、正しくなかったら消してもらいたいんですけど、はい、綺麗な お姉さんと付き合うにお金かかるじゃないですか。そうですね、そういうと面白いんですよ、はい、やっぱり自分も磨かないと。そうなんです、はい、そうなんです、はい、釣り合ってないとダメですか、はい、まあ、綺麗なお姉さんって言ったら今いいから悪いかもしれないですけどね綺麗じゃない人の魅力的な、ね、魅力的な女性とお付き合いするにはお金かかるじゃないですか、はい、そうですね、はい、そういうことですね、はい。いや全然全然ターボでいいです僕はとか言っときながら、これ 1.1 の方乗ったらやっぱ NS でって言うんですよどっちもいいんですよ、はい、どっちもいいんですよ、はい、いやでも決して悪くないです、全然全然悪くないです。いやでも絶対悪くないと思いますよ。だからあえて言うなら好みですよやっぱり、うん、全然いい、全然悪くないです。ポルシェってすごいですよね。だからもうメルセデスも全部電動化じゃないですか、でそれがだって現行の992に関してもしてこないんですよ、うん、でハイブリッドぐらい入ってくるかなと思ったら、ハイブリッドにもしないじゃないですか、だからやっぱりちょっとそこ気合が違いますよね、貫いてほしいですね。いやただもうでも時間の問題なんですよ。まあまあね、まあねもう国の方のルールが先に決まっちゃったんで、ね、メーカーの存続になっちゃうからな。そうなんですよ。いやだからいつか来るんでしょうね、ポルシェでもハイブリッドとか電動化が、まあ体感とかもありますけど、この911シリーズがハイブリッドが出たとか電動化になったって言ったらもう事件じゃないですか。事件
まあ、事件時代だねって感じなんでね。いやもうそうしたら僕あの水冷化した時よりかも、うん、このダウンサイジングターボした時の騒ぎじゃ済まないと思いますよ、うん、ああ それは済まないでしょ。暴動が起きますよマジで、うん、暴動っていうかもう根本的なことが違うからね、まあ、まあ水冷も空冷も根本的に違うじゃんって言ったらそれかもしれないけど、はい、まあエンジンか電気かっつったらねもう次元が違いすぎちゃうもんね。いや僕暴動が起きると思ってました。あそう、はい、あの多分なんですけど中古車市場は多分事件が起きると思うんですよ、うん、事件起きるね、はい、うん、それ多分日本だけじゃなくて世界中で、世界中でね。でもちょっとその兆候ありません、なんかでは値段がねちょっとね、特に今その半導体不足で車が作れないって言って、でもその特別な車役付きじゃなくても値段が全体的に上がってるんですよね、うんうん、でもその今なんか前全然車と違う、はい、経済のなんかテレビかなんかで見てたんですけど、はい、日本で今安く買うのが当たり前になっちゃってるっていう感覚があるんで、はい、今がもしかしたら車の価値としては当たり前になっ普通なんじゃないかなって思ってきて、なんか一回ガーって下がったじゃないか、うん、下がったから今上がってるから高いかなっていうのは思ったんですけど、比較しちゃってますからね、比較しちゃってるんで。確かに、まあでもそれはまあ分かんないですけどね、もう誰にも分かんないですよね、分かんないです、分かんないです。でも球数は少ないですね。あ、だそこは本当にボンドグループにお任せくださいなんですよ。どこどこ、いや球数少なくても、球数少なくって普通のなんていうんですかディーラーの認定中古車とかだとなおさらこう選択肢狭くなっちゃうじゃないですか。でうちの場合って車探せるし、例えばそのなんか気に入らないとこあればカスタマイズできるじゃないですか、うん、できる、はい、でさっき小島さんもおっしゃってましたけど、うん、違うメーカーからっていうのもうち割と簡単にできるじゃないですか、スムーズに、ね、はいはいはい、だまあ、ね、そこら辺はやっぱり強みですよね。だディーラーさん、だボンお客さんに聞かれますよ、ボンドさんとディーラーさんの違いって何って言われて、いやボンドさんをじゃあディーラーさんはやっぱりその精通してるし知識も深いです、うちの場合は浅く広く、浅くはないですけど深すぎずある程度一定の深さがあって広くできるように心がけてますっていう話をしてるので、だそこを利用してもらった方がいいのかなと思います。そうですね、だからディーラーさんと付き合いながらうちとも付き合ってっていう方でもいいと思いますし、うまく利用してもらえればと思いますけどね。まあどっちかっていう話じゃないですからね。そう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 、うん、だから僕たちも、うん、なんかまあ本当はうちでずっとお付き合いしてもらって、うちでずっと買ってもらいたいってありますけど、他社さんとかディーラーさんで買っているお客さんでうちに来ていただいている方たくさんいらっしゃいますし、それに対してお金買ったでしょうなんて誰一人思わないですし、ディーラーさんってやっぱそういうのあるじゃないですか、あるって言うかそういうちょっとお声があるけど、そういう対応されたっていう声もやっぱりいろいろ聞かれるんで、うちはそういう免疫全くないんで、確かにそういった部分ではもう気兼ねなく来てもらえればなと思いますよ。やっぱりなんか同じパワーでもポルシェ速い気がします。あでも全然スピードでも全然怖くないね。怖くないですよね、うん、全然怖くない。なんか違うんですよね、アウディとかの四駆のこの、うん、安心感とまた違うんですよね。でもこの前あれ なんだっけな、ライブかな、はい、飯村くんが言ってたその積載車に乗ってる時に後ろのダンピングが違うって、あれはもう乗ってるとそうだなと思う。あやっぱり小島さんも思った。あそうだ、そう思うなと思った、うん、めっちゃ安定しましたね車が。そうだから安定するとか車によって全然この跳ね方違うなっていうのを思った。リアエンジンリア駆動なのにこの安定感ですよ、すごくないですか。すごい、だから段差とかも一発で収まりますよね。収まるし、飽きないこのエンジンサウンドと走りもそうだし、やっぱ欲しいな、どこまでも走ってきますよね。欲しいなポルシェ、気持ちよく走るんですよね。すげえうまくチューニングされてるというか、そうそうそう、調整されてる感が、あの実はつい先日、昨日なんですけど、アルファの 8C を初めて乗ったんですよ。乗ったって言っても助手席なんですけど、びっくりしますよあの車。あそう、
びっくりします本当に。どうびっくりするの、まあ、あれ FR なんですよ、うんうん、で馬力が何馬力だっけな、450だからそのぐらいなんですけど、めちゃめちゃスリルを味わえるんですよ。あ、そうなんだ。こうアクセルガーッと踏んでるじゃないですか、助手席に乗っててもグワーッて車がなんかよじれながらっていうか、なんていうんですかね、本当になんか電子デバイス何にもなく、うんうん、もう後ろから蹴っ飛ばされて車がグワーッて前に出る感覚なんですよ。だからこんな安定しないんですよ全然。ああ、バタついてるだけ。え、じゃあ、なんだろう、うちで乗った4シリーズ、あれをもっとすごく極端にした感じ。もうだから助手席に乗っててもなんかずっと手に扱いてる、こういう感じ持ってなきゃいけない感じ。すごいね、あれ乗ったことないな、さすがに。すごかったっすよ。でポルシェってなんか本当にすごい安定感あるんですけど、ちゃんとこう、運転する楽しさというか、それが音だったりとか、この乗り味だったりとか。だからやっぱりポルシェで感じるのはスポーツカーなんだけど疲れない。フェラーリとかランボってスポーツカー過ぎちゃってる部分があって、やっぱり長距離箱根行こうかっつったらちょっとえっていう人もいるじゃないですか。運転してるのは楽しんで行けれますけど、ポルシェって助手席の人も疲れないし、ドライバーも本当に淡々と走れますよ。そうだからスポーツカーの中でも疲れないスポーツカーだなと思います。でもやっぱりそれはドイツにあのニュルブルクリングがあるっていうのと、あとはそのドイツとかってずっと陸続きで、特にその日本みたいにこう公共のその移動手段、鉄道とかもすごくめちゃくちゃこう細かく整備されてるわけじゃないじゃないですか。だから基本的にその車作る人も開発する人もみんなその出勤するのに車に乗って、まあ要は結構遠くから来てる人もいて、その会社に出勤するらしいです。で仕事終わったら帰るっていう。でもとにかく車乗ってる時間が長いんで、結局そう車の作り込みにちょっとそういうのがフィードバックできるっていうのは聞いたことあります。そうだね。それ極端な話言うと、例えば日本の自動車メーカーだと満員電車に揺られて、そう工場で車作って会社で車設計して満員電車に揺られて帰るって。そうするとやっぱり出来上がった車違うでしょ。まあ確かにそうだなと思って。そうね、まあ、どっちがいいか悪いか分かんないですけど、その話を聞いた時に、こうなんかそのステアリングフィールとか、そうそう、ペダルフィールとか、この絶妙なところに持ってくるんだって。やっぱりこのカーブ曲がっちゃうとこれすごいなと思うよ。だってこのままアクセルオンできますもん。できるよね。できますできます。いやでもやっぱりなんか何回も言っちゃいますけど、多分彼らとか乗っちゃう、ターボとかでもいいけど彼らとかもいいね。やっぱりグレードがいいよ。どこでも結構いろんなグレード乗らせてもらいましたけど、いやこれダメだな、ないっすもん、ちょっとなってないな、いっす。総評いいですか。じゃあはい、欲しい欲しい欲しいと 120% です、はい、同意します。ちょっとこれはただ値段が、値段がいいのはしょうがないです。値段が安すぎます。ちょっとでも本当にこうオプションちょっとさっぱりしてるというか、ゴリゴリオプションってわけじゃないですけど、はい、走ってもらえれば。そうですね、はい、だからこのまま楽しんでいただいてもいいですし、逆にこうオプション少ないのを安く買ってもらって、そこから自分色に染めていただくのは、ね、まあ、一つのこう手段としてかなりいいんじゃないでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。というわけで今回はポルシェ911カレラ S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。